どうも皆さんこんにちは、ガーチャの山川です。今回はオートミールブラウニーを作っていきたいと思います。で今回ね、使用するのはオートミール、プロテイン、卵、ミロ、チョコレート。本当はね、80% とかカカオ 80% とかの方がいいんですけど、なかったんで、ブラックチョコレートを使います。それじゃあ、レッツゴー。はい、まずは卵を割っていきます。僕はね、もう卵片手で割れるんで、はい、卵を割るごときに両手はね、もう使わなくても、ほらもう、もう両手使わなくても、もう片手で割れるんでね。はい、2個目ね。はい、片手で割れちゃうんだね。ほら、 OK、 完璧。それで3つ目。 お、完璧にいきましたね、今度は。そしてこれを流星のごとく混ぜます。もう黄身と白身が完璧にもう、一体化するまでも混ぜてしまいます。ひたすら混ぜますね。もうふわふわになるまで混ぜちゃいます。はい、 OK です。はい、ということでね、オートミールを入れます。まあ、朝ごはんとかにオートミールを、まあ、食べるんですけど、お茶漬けとか食べると非常にいいんですけど、飽きちゃうんだよね、味に。どうしても飽きてしまうんで、まあ、いろんな食べ方として、まあ、こうやってブラウニーとかケーキみたいな形にして、ね、作りたいかなと思います。で、卵にこう、なじませます。飛ばさないように、もっと見て。しっかりとこう、卵と混ぜ合わせながら。はい、混ぜ合わせます。まあ、これで約ね、3日か4日ぐらい持つと思うんでね。で、もうプロテイン入れちゃいます。まあ、約ね、3杯ぐらい入れちゃう。このプロテインに、非常に、はっきり言ってまずい、本当にまずい。これと一緒に飲むと、水だけで飲むと本当に吐きそうになる。はい、大さじ3杯ぐらい入れますよ。入れましょう。ミロを、適当に入れます。まあ、気持ちね。で、ここにね、無調整豆乳、最後ちょっとだけあるので、ね、もう使っちゃいたいと思います。ただいまメンテナンス中です。非常に放送時間の感じになってきますけど、はい。で、混ぜます。これであまりにもパサパサしてたら、水とか牛乳足してもらえれば、まあそれなりにパサパサ感がそれなりにね、パサパサ感が落ちると思うんで、いいと思います。で、原料期なのにこんなもん食っていいのかって思うと思うんですけど、小麦粉入れないんでね、太りにくいんですよ。この、オートミールっていうのは、非常に、栄養価が高い割に、非常に健康的な食品という、はい、なっております。で、まあ、全体的に混ぜます。混ぜますね。あ、いい感じになってきましたね。香りとしてはミロですね。もうプロテインのまずさはミロとかでカバーしてしまうっていう。で、チョコレート、でこれを、この開け口から開けてね、これを、粉々にします。はい、ということでこれを粉々にしていきます。TikTok とかでさ、こうやって
料理してるの見るけど、意外にチョコって切りにくいんだね。まあ要は溶けやすくするために切るだけなんで、まあそこまで気にしなくていいんですけど、まあなんとなくそれっぽく、はい、なるようになるということでね、切っていきます。 OK OK。 で、千切りっぽくも細かくね、はい、やっちゃってください。もうちっちゃくなって、もう危ない危ない、指失わなかった。で、あとはもうやる、もう細かく生地刻んで、で、さっきのに入れます。OK。 で、まあこうやって入れていって混ぜます。本当にカカオ80とかの方がいいんだけどね、まあ原料期長いんで、たまにはこうちょっと美味しくしてもいいかなと。非常にいい感じになってきましたね。では型に入れます。はい、これが型です。型に流し込みます。で、もう形を整えて、これどうしよう、ああ、ちくしょう、まあ、指を使いましょう。はい、ということでね、これをオーブンで焼いていきます。今ね、こんな感じになってます。焼く前ですね、これを焼いていきたいと思います。それじゃね、オーブンが温まったんで、早速これを入れていきたいと思います。よいしょ、あぶねー、おぉ、いいですね。映んないかな。190度で20分ですかね。20分。温熱調理を始めます。完成するまでね、待ちましょう。はい、ということでね、焼けたんで、見ていきたいと思います。おお、すごい、焼けました。おお、これどうやって取り出すの。おお、すごいいい感じになったじゃん。何入れたの。オートミールと、オートミールだけ。なんでやねん。あと、おお、すごいすごい、すげえ美味しそう。おお、さすがお母さん。どう、切った感じ、ふわふわ、サクサク、結構重厚感があるけど。匂いもオートミール。これぐらい食べる。そんな食べないよ、だって。そんな食べないよ。美味しそう。ちょっと食べてみますね。美味しい。これ美味しい。めっちゃ美味しいですよね。うん、でもあんま味しないかも。うん、美味しい。チョコ入ってなかったら美味しくないかもしれないこれ。うん。こんな感じ。ちょっと味付け考えないと、チョコ入ってなかったらマジでちょっと美味しくないかもしれない、これ。チョコ以外のとこマジで味しないわ、これ。まあでもぜひ作ってみてください。それじゃあ、またね。どうも皆さん、おはこんばんにちは。会長の山川です。今回はオートミールを使ったね、パン、